ましょう。背番号ゼロ、ムラミキ。よくやったぞ。そして背番号三、吉川晴輝。ありがとう、今日は。放送席、放送席、スワローズファンの皆さん、ヒーローインタビューです。今日はこの2人です。並木選手、西川選手です。ありがとう。まずは並木さんからお話を伺います。毎試合本当に大事な場面で、ダイソー、起用される機会がありますが、今日はまずはどんな思いでベンチの中で準備をしていたんでしょうか。もう接戦だったんで、まあ、大事な場面で行くっていうのは分かっていたので、まあ、その中で思い切って行くだけだなっていうふうには思ってました。その中で0対0、8回の裏、オスナ選手が出塁した後、2塁でダイソーでした。あそこで起用された時にどんな気持ちだったんでしょうか。まあ、絶対にホームに帰るっていう強い気持ちでいました。その後送りバントでランナー3塁、一発1点も入る、そんな瞬間でした。あの場面、西川選手のことをどのように見ていたんでしょう。そうです、まあ、絶対返してくれると思ったので、まあ、多少浅いフライでも行くぞって森岡コーチから言われてたんで、まあ、その通りだったなと思いました。西川さん、絶対に返してくれる、そんな言葉がありました。この言葉を聞いてどうですか。あの、並木ならバットに当てれば何かあると思って、まあ、フライ上がってくれてよかったです。ありがとうございます。レフトにボールが当たって、送球との一騎打ちの対決でした。それに勝って大事な大事な1点を勝ち取りました。今日一番の歓声でした。あの瞬間どんな思いでしたか。でも1点をもぎ取ったっていう、まあ、嬉しい気持ちだったですね。はい、いや、ここからまだまだ試合続きますが、大事な場面で起用されると思います。引き続き最後にファンの皆さんにメッセージをお願いします。そうですね、これからも、まあ、優勝に向けて大事な一戦一戦あると思うんで、その中でチームに貢献できるようにやっていきたいと思います。また自分のグッズもぜひ買ってください。ありがとうございました。見事な走塁を決めました、並木選手でした。続いて今日の試合を決めました西川選手です。まずは8回0対0の場面、あの場面どんな思いで打席に立ったんでしょうか。一塁の北村がいきなり走ったんで、ちょっと僕が動揺してました。今動揺したというお話がありましたが、そんな中でも1点決めました。その後仲間と抱き合う、そんな瞬間がありました。あの瞬間どんな気持ちだったんですか。まずまあほっとしたのと、あと1イニングしっかり守りきりたいなっていうふうに思いました。まあ、そして並木選手が帰りましたけども、フライが上がってレフトが取った瞬間、あの瞬間はどのように見ていたんですか。まあ、送球より早い並木なんで、絶対にセーフになると思ってました。そして今日は高卒1年目から11年間育った古巣ファイターズとの対決でした。特別な思いもあったんじゃないでしょうか。ファイターズファンの皆さん、ありがとうございました。ちらほら、ファイターズ時代のグッズだったり、持ってる方が、いらっしゃってくれて、なんかじんわりときましたね。よかったな。そういった中で今日はヤフーレ投手も粘っていいピッチングでゼロでつないで
昨日今日と本当にみんなで掴み取ったそんな試合だったと思います。改めていかがでしたか。まあ、あのヤフレの時になかなか点を取ってあげれてないので、まあ、勝ちをつけてあげたかったんですけど、次回また登板の時に、頑張りたいなと思います。そして交流戦6戦ありました。そのうち5勝1敗で次は福岡へと戦いを移します。次に向けて最後のファンの方にメッセージをお願いします。福岡大阪と、1週間遠征行ってきます。頑張ってきます。見事試合を決めました西川選手でした。おめでとうございました。ありがとうございました。スマホタブなどを掲げて、いいですか？せーの、スワッホー！
気をつけて帰ってね。